いつもご視聴いただきありがとうございます。店長の大阪です。来てしまいました。これが、さあこの箱は何を意味しているでしょうか。早速開封したいと思います。じゃん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 、やっぱり来ました。タミヤ XV02 Pro のサンプルキットが来てしまいました。なんと今日はですね、6月24日金曜日なんですが、もう今日はね忙しいんですよ。あの G-Force カップがあるので、多分ね今週は組む暇がありません。でもね、いち早くですね皆さんに紹介していきたいと思います。さあまず説明書が入ってました。で、説明書の補足ですね、こちらも入ってます。説明書とデカール、こちらが入っております。でホイールを最初から入ってますね。これで ラリーブロックも入ってる。おおほうほうほう、ラリーブロックも入ってますよ。で、パーツは、あー、これはギアデフですね。はい、プラパーツ。お、インナーも入ってますね。あれ、ラリーブロックってインナー入れるんだっけ。まあ、ついてるってことは組んでいいってことですね。はい、プラパーツ、ダンパーステー等ですね。はい、プラパーツ、プラパーツ。はい、プラパーツ、プラパーツ。で、こちらがシャーシになっております。はい。で、これオプションでね、センターデフも選べるらしいですね。はい、こちら、アンダーカバーかな？アンダーカバーが入ってます。で、こちら、お、タミヤの、お、長いですね。これ、TRF ダンパーのラリー用ロングですね。こちらが入っております。で、アンテナパイプ。以上となります。まあ、本来ならもう今日明日ぐらいで組んで日曜日っていう感じなんですけど、今日明日僕組めません。なので週明け組んで、週末ですね。週末って何かあったっけ。次タミチャレだ。あ、タミチャレの時に試走会できるように組みますので、ぜひ6月じゃねえ、いつだ、タミチャレは7月の3日、7月3日ですね。サンプルキット体験走行できますので、タミグラのラリー仕様で組んで用意させていただきたいと思います。丸々ノーマルで組むか、もしくは欲が出てオプションパーツで組むかはまたのお楽しみです。それでは本日の動画以上となります。最近ね、もうね、能力が低くなってきてね、一気に徹夜なんかしちゃうと多分僕ね、G-Force カップボロボロになっちゃうと思うんで、今週は組み立てません。来週の7月3日、タミチャレの時に、ラリークラス、あると思うんですが、あそこにレースは出ないんですけど、試走会みたいのをできるように、ちょっとそこから自分でブチ入れます。では、皆さん、発売前の XV02、まあ、他のお店とかではね、もう今週末走ってるところも多いと思うんですが、オームツインサーキットは、7月3日のタミチャレの時にですね、皆さんに体験走行できるように準備したいと思いますので、ぜひぜひ、オームツインサーキット、7月3日も来てね。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それではまたねー。